はい、岐阜市の S 玉邸の、屋根外壁工事になります。外壁の方は、最初、サッシですね、サッシを入れ替えまして、その後左官補修をしまして、今日から先日、塗装の方のですね、洗浄を差し上げまして、今日は養生ですね。ペンキがつかないようにこういうようにですね、養生ですね。こういうように養生をさせていただきます。あさってほどね、また台風14号が来るといけないんで、最終的にシートを畳んでですね、台風、養生に備えたいと思ってます。